何作る？恥ずかしい、トントロ焼くだけ夜だからトントロ焼くだけです。あのシラスも買ってるからご飯いっぱい炊いて、シラスご飯食べた後にトントロいっぱい食べる。はんちゃんハートありがとう。15分限定顔だし、かわいい。作ってほしい。衛星行くと一気にお部屋荒れちゃう、おしゃくりが。チャオさんハートありがとう。ジェシーさんありがとう。高知と熊本のイベントは行く、オフ会の内容が違う。バーベキューか牧場。でも高知に来てほしいです。私はなんかオフ会一回やったけど、バーベキューだとみんなで楽しむのうまくできたのかな、うまくできたっていう言い方、なんか楽しくやってきたのかなって思うから、一人の虫いるね、ラキー。今ラキーがなんか謎の虫食べてくれてる。食べるのそれ。それ虫？虫だ、クモだ。ラキーどうすんのそれ、どうすんの。ラキーどうすんの、倒してくれないの。まだ生きてるけど。これ何、ゴキブリ、クモ、何これ、キモ。待って、ラキーそれどうすんの、それどうする？愛が対しようか。だけどなんか中途半端にやらないよ。中途半端やね、ラキちゃん。うわ、プチって言った。どうしよう、ラキ。ラキどうしよう。なんでラキちゃんとやってくれないの？なんでなの、ラキ。ラキちゃんスパイが配信する場所。ラキちゃんなんでそんな中途半端なの、始末が。久しぶりの、こんにちは。中途半端でしたよ、あなた。胎児が、胎児が中途半端です。岡崎お疲れありがとう。ひでくんハートありがとう。 M くんハートありがとう。てみんリスキノコありがとう。わあ、プチって完食した。ファイナリー尊い、ありがとう。ウーカイはバーベキューです。熊本は牧場をみんなで楽しむ、普通にみんなで楽しむって感じ。前回マジお肉運び屋さんいっぱいした。黒髪似合ってる。全然ライブ行けてない人も、うん、できるできる。申し込みとか始まったら、申し込みに参加し応募してくれたら参加できるよ。コーチ来てよ。手首からクモの糸出るようになってる。ファイナリー通ったありがとう。そう、15ミニッツ OK、 Thank you。 マタルダルマありがとう。絶対ない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 、恋なんかじゃない、恋はじゃない配信が。ぼっちだと寂しい、愛がぼっちにさせるわけないやん。私がぼっちにさせるわけなくない？おお。この私がぼっちにさせるわけなくない？おお。誰のことも寂しくさせないよ。
ブルシタンハートちょっとなくなっちゃった人ありがとう。ナビチかわいいありがとう。フィシタンキノコありがとう。ショータかわいいありがとう。休み取ってくれるのありがとう。ルメ市場行きたいよね。牧場物語ちょっと触りだけしかやれてない。まだそう変えたよ牧場物語。けど今日は絶対にお掃除する方が優先だと思う。だからとりあえずそれが終わるまでやんない。千葉大阪行きます。 OK ありがとう。そうルミチファイトありがとう。なんかね最近意外と自分の部屋が荒れてるのがすごい嫌なんだよ。うずうずするの。向かい楽しみね。楽しもうね。そうだからね掃除したくなるの。時間めっちゃ長い。そうだからね早く掃除したい。だから付き合ってねみんな。でまずご飯食べたいからとりあえず洗い物したらご飯食べ、いやでもちょっと、ま、大まかには綺麗にしてご飯食べ。黒髪に合ってるありがとう。ご飯食べるの夢だ。確かに食べようねみんなで。散らかってるのが落ち着くってことない。前はそうだったけど最近は綺麗じゃないと嫌かも。ちょっと綺麗好きになったのかな。ぬむちゃんハートありがとう。素晴らしいでしょ。こんばんちゃ。絶対ない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 。コインなんかじゃない。ゲーム配信はね Wi-Fi があればできる。惣菜、そう、お弁当今日全然お弁当なかった。だからトントロ買った。そうねラキがいっぱいトイレの中の砂もどんどん散らかすからね。とりあえずお部屋きれいにしたいな。顔痩せた。うん前の私知ってる人はよく言うねそうやって。フィムスでいっぱい踊ってるからすっきりしちゃった。か1月からまた太っちゃいそうで怖いよ。ジムとか行こうな。え腹筋もりもり女になりたい。ラキマンチカンだよね。マンチカンやんな。砂掃除してるしてるしてるんだけど飛ば散らかすの毎日。でミハタありがとう。牧場物語の名前はリルビーフにした。ちょっと見た目ラッパーっぽくして主人公自分の名前リルビーフにして、なんか飼い犬が飼えたのね。なんかその名前をリルラキにした。ほんで牧場の物語、牧場の名前を悩んでたらあのチエさんがローリーズファーム牧場にしなって言ってくれていいですねって言ってローリーズファーでもムーが打てなくてローリーズファー牧場になった。リルビーフはビーフは牛ね。牛を飼えるからリルビーフにした。かっこいいっしょ。飼い犬はリルラキ。ローリーズファー牧場になりました。ローリーズファームっていうねブランドがあるのよ。高知にもあった。やで君を取り込みしたい。喧嘩の方じゃない。リルビーフ牛。やで君を取り込みしたい。いやまだチエさんはラキに貢いでない。最近こっち帰ってないよ。チエさんラキに貢いでくれないかな。チュールとか餌買ってくんないかな。餌買ってくんないかな。
リッツバトロン。コスメ、うん、でも1年前とかに比べたら変わってるかも。けど最近ちょっとカラコン変えたいんだけどさ、カラコンって高いからさ、このカラコンめっちゃ安いのよ。えらき曲展開したい。えらき曲展開したい、うん、あ、めっちゃ大きい口であくびしてる。えらき可愛いよね。ノーリーズハーモニー彼女と言ってレジに立った店員がもとか、めっちゃおもろいそれ。シラバスキン、そのままの茶色の目。え、でもいつもカラコンしてるよ。でもこれさ、縁だけだからさ、内側は自分の目なんだよ。縁だけだから内側は自分の目だよ。これうん、カラコンだよ。めっちゃで、めっちゃちっちゃいやつつけてる。大きいやつじゃない。めっちゃナチュラルやんね、これ。縁だけだから内側は自分の目。名刺さん入ってありがとう。あれ目ちっちゃいから大きいからこんちきれないんだよね。うん、エムくんバラちゃんありがとう。白目きれい。え、そう？何よりも15分まだ経たない。15分って長いね、意外と。このキラキラと種何が違うんだ。レム君ハートありがとう。ヘイタルンかわいい、ありがとう。努力あ、元の顔ブッサイクだからね。だいぶ頑張ったと思う、私も。でもね、思うのはさ、もともとめっちゃ元が良かった人にはかなわないよねってめっちゃ思う。フェルプミリスさん、タコありがとう。まあスタイルは自分のスタイルでよかったなぁと思うけど。いや全然もともとよくないよ。小学校の時の写真とかたまに載せてるけど、ひどいもんだべあんた。あた、私の顔ひどいもんだべ。お子様ランチ昨日会話とでしょ。だいぶ綺麗になってるでしょ。そんな垢抜けてる。ほんと嬉しい。黒いやつ好き。本当？
大器晩成型だと思ってるから今日も世界一かわいい桃子が大好きだらだらだら好き病さんキノコとハタンやとん。同窓会とか行きたいもん今のビジュで。DHO さん花束ありがとう。同窓会とか行きたい。小学校とか。こんなに垢抜けたぞって見したい。同窓会一回も行ったことない。成人式も出てないからさ。同窓会ってあるもんなの？なんかうちの小学校絶対ない気がする。一生30歳とかになったらあるの？絶対ない気がする。高校高専だからさ、絶対同窓会なんてないよ。でも高知ツアーの時に久しぶりに帰るじゃん。だからその時にめっちゃ美熟くして先生に驚いてもらうんだ。あら、あなた東京行ってすごく可愛くなったわねって思われたい。え、行くよ僕。行くに決まってんじゃん。大好きだもん、あの高専の先生。めっちゃ優しい。もうね、思い出しただけで涙出てくるぐらいね、感謝してる先生がねいるのよ。3人くらい。高専の時は本当に楽しくなかったけど、高専だからもう先生が良すぎて本当に行ってよかったって、そこだけは思う。出会えてよかった。みるいる先生、移動とかないからさ、高専ってもう専門職だからさ、その人にしか教えられない。今日の一言ってなんだ。そう、本当にね感謝してるの。そう、研究室の先生とか移動ないからさ、ずっとそこにいてくれるからさ、楽しみ。行くの派手紙とかにしてった方が分かりやすく垢抜け感出るかな。やばい、その話どうしてたんだろうけど全然覚えてないわ。たまにあるけどね、移動。たんまにある人はあるけど。高専は5年間の国立の工業専門学校です。国立です。大事なことなんでもう一回言います。国立です。地方によっては、え、めっちゃ頭いいんじゃんって言ってもらえます。なんか専門学校なんだって言われること多いけどね、ちょっと違うからね、うんってなるんだよね。国立です。ジュンウィンさん、毒キノコありがとう。高知高専電気情報工学科の最後の卒業生です私。学費安いよ、めっちゃ。
立です。そう、なんかね、私の2個下からなんか学科生がなくなって、なんかそのそう全部ソーシャルデザイン科みたいな全部一緒になったのね。だからその学科生が廃止されたんだよ、私の2個下から。私2年休学したから、わかる、最後の卒業生なの。しかも一人、まあ、その子は留年だったからソーシャルデザイン科になっちゃったけど、私は留年じゃなくて休学だったから、ずっと電気情報工学科に席があったから、ああいう高知高専の電気情報工学科の最後の卒業生なの。なんか嬉しくない？狙ってないよ、たまたま。卒業もめっちゃ大変だった。毎週レポート書いてたし、難しかったし。テスト期間は風流変換全然覚えてない、何にも覚えてない。あれすぐ忘れちゃうんだ、ダンスの振りも。ということで、あい、ご飯さすがに食べたいんで、ラジオ配信にします。ラルもお疲れ、ジュクありがとう、優しいね。お皿洗う、とりあえず。じゃあラジオで暇な人だけ聞いてね。やばい、こんな漏れた画像をトップ画にしちゃったらさっきとの落差がひどいよ。すぎるよね、ごめん、ちょっと加工強すぎるわ。非常に申し訳ない、加工強くて。今日ゴミの日だった、最悪、出せなかった。よし、この服はね、古着屋で買ったからね、唯一無二なんだよね。洗濯もしなきゃ。まずご飯炊く？まずご飯炊こうか。でもどうせ掃除終わるまで食べたくないし、洗い物終わってから食べよう。いや、炊こう。そう、古着屋なのごめんね。いや、先炊いちゃった方がいいかな。いや、でも嫌だ、そしたら食べちゃうから。
お急ぎだと20分ぐらいで炊ける。入浴ってことか。なんか楽しいことないかな。今月末誕生日になったりしないかな。年は取らない。5Y7RC さん、小判いたるもありがとう。なんかね、牧場物語が最後さ、人生の楽しみかもって思ったんだけどさ、ちょっと触りだけ楽屋でやったの。したらさ、もう触り終わった後にさ、何やったらいいか分かんなくなってさ、結構落ち込んだんだよね。実はね。なんか次、なんか自由に動いてくれ、みたいな。どうすればいい?みたいな。何すればいい?みたいな。あとね。ちょっとね、酔う。なんか画面切り替えが酔う。やっぱリリースって最強だったんだなって思った。画面が最強だわ。そういや来週だっけな。来週真城が泊まりに来るんだよね。ちょっと間空いちゃったから。グロ映画鑑賞会するの。お友達いるんだ、嬉しいと思った。まちちゃんもね、グロ映画行くで。あとナイトプール一緒に行ったももなちゃんともずっと仲良しだよ。でやっぱ二人とも同い年なんだよね。同い年ってだけでさ、
親近感湧いちゃうのかな。二人とも同い年だから。同い年はなんか特別だったりする？え、なるよね。なんかさ、やっぱさ、年上はさ、年上で気使うしさ、これ友達の話だったらね、年下だったらさ、あ、年下かってさ、嫌とかじゃなくてさ、こう、なんか脳裏にずっとあるわけじゃん。そう、何も気にしなくていい、ここが好き。なんかね、何にも気にするところがないのがいいよね。でも私も学校とか全然違うところで出会った人だよ、二人と。学校じゃないとことかで同い年に出会うからこそ特別感感じる。友達に限った話だけど、私的には。さ、キッチンで洗うときさ、使い捨てスポンジ派？それともずっと置いとく派？私は後輩と仲良くなりがちかな。なんか年上の女性とも仲いい人多いか分かんない、もいるけど、やっぱちゃんと先輩後輩って感じになる。仲いいし、よく会ってご飯とか行くけど、先輩後輩って感じで、なんか砕けたりはしない関係が。それめっちゃ思うんだよ。なんかさ、例えばまゆと私ってさ、グループで言えばあれだけどさ、年齢的にはさ4つ上なわけよ、私は。いやさ、めっちゃ砕けてんじゃん。なんかそういう存在が年上にいない、私。逆バージョンがない、絶対。先輩の女性とは、年上の女性とはずっと敬語って感じ。なんか私が砕けていく方法が分かんないんだよね。一回先輩だとか年上の方だって認識しちゃうと変わんない、それが結構悩みでもあったりする。
ャン君に話せる年上の女性のお友達とか欲しいけどね。めちゃめちゃ。私体育会系でもないのに絶対そうなっちゃうんだよ。なんでだろう。やってるとそうなるよね。なんか強豪校とかさらにヤバそう。なんかうちは弱小校だったからさ、すごいフランクだったけど。出身の人の話聞いたらえげつない話とかあるもんね。ヤバ部活にいたりしてないの？ヤバ部活って何？やべえみたいな、暴力暴力みたいな。全てをかけて情けない世界、それでも今日も回してる。ねえ、体育会系怖すぎるよね。絶対無理だわ。喧嘩しちゃう絶対。よしよし。ゆるゆる、ゆるゆるが一番だよな、何事も。どうせゆるゆるに部活やってたら後輩に
床バーンとされたわ。クソ舐められてたの私。なんか人に優しくしたいのにさ、それがそうなるとさ、優しくするの嫌になっちゃうよね。人に優しくするのマジ嫌になった。床どんまんいたよ。クソ舐められてた。私が作った部活だったのに。悲しいね。うん、本当は優しくいたいよ。優しくしても優しくいても損しない世界だったらずっと優しくいたい。本当はね。本当はね。本当はそういう気持ちだよ。それでも優しく居続けられる人は本当に強い人だと思う。私は無理。世界を恨んでる、いつだって。そんな世界を恨んでいるんだ。よし、やっとご飯炊けるぜ。いや、優しくできる人は強い人だよ。みんな弱いから意地悪なんだよ。みんな心が弱っちいから意地悪なの。ご飯ちょっと完了。何からしようかな。ミクノバハートありがとう。ご飯結構しっかり洗う。でも千枚だから。何から掃除したらいいか分からない。洗うべきも何くらい。確かに溜まってた。めっちゃめっちゃ溜まらせてた。
お掃除しようだって。とりあえず洗濯物をまとめようか。そして洗濯を回そう。それからが話や。とりあえずこの部屋をね、生き返らせよう。無洗米じゃないよ。無洗米じゃないから洗ったの。何から収納して。服の収納もしなきゃな。やばい、お昼に食べたココイチの香りが部屋に充満している。掃除掃除掃除。ちょっとさ、あのお洗濯回してくるからさ、みんなで話しててみんなで仲良く自己紹介とかしてて。よいしょ。
どう話した？話したとか言って。最低だよな、こんな配信者な。ありえないよな、人として。洗濯物を畳みないし。盛り上がりで帰ってこない方が良かったレベルだね、この盛り上がりようは。ごめんね、邪魔しちゃって。盛り上がりよう、空気読めなかったわ。空気読めない系おばさん。大丈夫、ちゃんと見返して死ぬほど盛り上がってなかったんだなって分かってるから。みんな家事の時間ってどれぐらいなんだろう。私結構家のことしてないとなんか全然綺麗にならないんだけど、みんなも結構長いことしてる？家事の時間。私散らかすのがうまいのかな。なんか洗濯もさ、一回来たらさ洗うやん。でもさ、一日一着なはずなのに、なんでこんなにいっぱい洗濯物が溜まってるのかもよくわかんないし。散らかすのがうまいのかな。ねえ、まめにやらないと時間かかるよね、ガチで。タオルとかもあるしさ、衣装もあるしさ、マジ実家勢が羨ましすぎてハゲそうだよ。今日ね、乾いてない日あるよ。これから冬来るから不安だな。夏はさ、夜中に干しといても乾いてくれてたけど。ビッタよ、衣装自分管理の。マジかってなった。ガチかって。もう今は慣れたけどさ、普通にね、重いからね、浴室乾燥ないんだ今のうち。もうね、衣装の持ち運びだけでだいぶ体力削られるんだよ。メイク道具とアイロンと、この持ち運びでだいぶ疲れるんだよね。バイバイ。
キャリーも新しくしないと。あらやだ本当に。よし、お洗濯を畳み終わったので収納していきます。よいしょ。Tシャツはこっち。誰もありがとう。よいしょ。褒めてくれて。あれだけどこ行った？うん、いたパン。キノコリス10個ありがとう。わかります、生活が。よいしょ。最近ね、あ、言ったっけ、ベッドの下さ封鎖したって。ベッド下収納いっぱい買って、今度はおしっこ攻撃されないようにプラスチックにしたの。だから収納が増えてハッピーな状況です。すごく。よいしょ。でもね、それで逃げ場は失ってるけど、全然噛んでくるからね。こっちの部屋結構片付いた。こんなん全然綺麗な部屋ではない。
ペットボトルいっぱい捨てちゃうくせに眠たい。なんかペットボトルで飲むの飲むのやめたいけれどもやめられない。俺らのやり方でうるっとうる。ね、部屋ペットボトルまみれになるよね。あのめっちゃなるの。でもさ、ペットボトルをさ、アマゾンとかで買っちゃってさ、置いといてさ、グビグビ飲む方が楽じゃん。だからいつもそれしちゃってさ。でもさ、ペットボトルって捨てるのもめんどくさいしさ、なんでペットボトルで買っちゃうんだろう。やめられない、止められない、ペットボトルって感じだよね。わ、もう水着は着ないからしまっちゃおう。そわい、今日着ぐるみ預けるの忘れ、あいやった、はいやった、はいはいはい、はい。うわ、どこに逃げたお前。ほら、どこだ。ラキー、うわ、逃げれるんか。逃げれること分かってんな、悔しい。嬉しいな。逆にこれで閉じ込め。くそー、あいつ。はあ、やれやれ。うちの子はなんて飼い主を噛むんでしょうか。路頭に迷いたいのでしょうか。ああ無念。そうやって抜け道探すから偉いよね。どうしても噛みたいんだね、私のことが。ひどいよひどいよ、ラキちゃん。今めっちゃしたいことあったのに、なんだろう、忘れちゃった。毎日だよ。そう、結構ストレスなんだよね。そうなの、噛まれるって思うとね、嫌じゃん。やっぱ跡も残るし、痛いし、普通にだからね、ヒヤヒヤしちゃうの。結構ストレス、ご察しの通り。なんか癒しにもなるけど、
なんか本当にそれだけはやめてくれないかなと思ってる。もう完全に悪意あるからな分かってやってるっていうかさ、なんか不満なことがあるんだろうけどさ、何なんだろう不満なこと。言葉が通じないって大変だよね。そう思うと言葉が分かればさ、泣きが何が欲しくてさ、何して欲しいか分かるのに。一生治んない気がしてるね。ほら。ちょっと入っちゃって。病気です。ちょ掃除する間だけでもいいから入ってて。そんなひどすぎるんかな、うちの子やっぱ。なんでそうなっちゃったの、ね、最初からだったんだよ。本当に。なんか私のしつけのせいなのかなとか思うけど、いやでも最初からだったしなみたいな。いや着ぐるみね、本当にねそんな意識せずね、ガチね写真撮ってなかった。私たまにあるじゃん、写真あげないってか撮り忘れる日、ね、そういう性格なのかな。噛みたいってこと。でもね、だから前ねめっちゃ手傷だらけの女の人見たことあるんですけど、猫でみたいに言ってて、もう私より傷だらけっていうか、その人は止めたりしてないからやられまくってるっていうか、めっちゃ手傷だらけだった。その私よりひどかったよ。ラキ野良猫になったらめっちゃ強い説とかあんじゃね じゃないかな。村でもやっていけちゃうかもしれない。強いかもしれない。実はよいしょ、確かに相談してみようかな。いや、うちも噛み返そうかなってこの間思ってさ、ちょっと顔近づけてみたんだけど、毛がモフモフすぎて噛めなかったんだよね。ちょっと試したんだよ、実は。だけど毛がモフモフすぎて、噛めなかった。
そうだから一応噛まれたらね消毒するようにしてるんだ。そのご飯の時間にしよう。ほい。よいしょ。ご飯。ご飯。念願ご飯。そんな朝昼カレーを食わないでしょ。トントロ焼いちゃおう。トントロってうまいよな。トントロの大好きなところは安いのに美味しいところ。はじめまして、タコちゃんハートありがとう。ね、コーチもバーベキューだからトントロ食べれるかな。コスパ最強、ご飯もめっちゃ進むのに。安いし、美味しいし、トントロは天才料理。料理？おやすみ。もうご飯炊けた。今日はいい日だ。お掃除もできて。うるさい。掃除できて、お洗濯できて。完璧。でも配信しながらやると手際よくできるからいい。ありがたい。コントロは家計を助けてくれるお肉ですな。お目目乾燥してきた。コンタクト外そう。確かにレモン買えばよかった。あ、レモン汁あるわ。ちょ
目が見えなくなった。メガネメガネ。よいしょ。レモン汁で優勝しちゃおう。今日はね、しかもね、シラスにね、ネギも乗せちゃうんだ。いつもしないけど、買っちゃった。で、ご飯はちゃんと揚げてるよ。めちゃめちゃ揚げてるよ。だからあんなブクブク太るんだよ。チート。でも最近朝の目覚めで噛まなくなったんだよね、ラキ。いや、ラキは分かってるよ、めっちゃ逃げるもん、ちゃんとしばらく。そう、噛んだ後さ、ちょっと出てきてさ、ラキずっとね、ベッドの下にいるの。それはね、入れられるって分かってるから。で、ちょっと経った後、出てきた後、追いかけたら逃げる。分かってるんだよね。すごいなって思う。小さい猫ちゃん、やっぱ生まれ変わりなのかな、ラッキーって。誰かの推しの猫なのかな。でも帰ってきたらスリスリスリってしてきて、ゴロゴロって言って、なんか帰ってきてご飯あげたとしても先に私にスリスリしてきて、体こすりつけてきて、撫でてきて、撫でなんか頭すりつけてきて、ちょっと帰ってきてベッドにゴロンってしたい。そしたら上に乗ってきてゴロゴロ言ってた、スリスリして。で、お皿とか洗ってたら真後ろにおる。密着している。なんかどんな時も一緒にいたいって感じ。だから部屋とか分けたらめっちゃ泣くし。ケージ入れてなくてもね、こっちの部屋にこう幽閉したらめっちゃ泣く。入れろって。でも一緒に寝ることはない。隣で寝るとかはない。まあ夏焼きかもやけど、うん、懐いてはいる気がするよね。難しいよね。
ね、なんで噛むか分かんないんだよね。ちゃんと取って、いや、あ、うんこした。うんこした。臭い。うわ、うんこした。臭い。ご飯やのに。うんこしたね。前もいっぱい調べたけどね、うちの猫は例外すぎて無理なんだよね。別に仲悪いわけじゃないし、なんか仮の本能が目覚める瞬間があるんかな。ロキだってゲージ入れられたくないと思うし、よし。あ、でももうしないよ。遊びではないね。やべえ、いやダメなことしたって分かってる。本当に変な子。よし、焼けた。やっと5分だ。いただきます。今日はエリンギなし。やっとご飯にありつけたぜ。いただきます。よいしょ。ネギをかけて、しらすの上にネギをかけまして、少しだけレモンと、お醤油をかけまして、
きます。今日のシナモン可愛いって言ってくれたよみんな。うまっ。わ、めちゃめちゃうまい。しらすご飯ってなんでこんな甘いんだ。私ってほんと偏食だよね。いつも同じもん食べる。うまま。うまっ。全部見れるよ。昨日の？待ってね。昨日のは1個しか来てないよ。昨日のは1個しか来てない。うまっ。うまっ。食べながらアニメ見たくなったから終わろうかな自分勝手、めちゃめちゃ自分勝手じゃん。ごめんね。マジ付き合ってくれてありがとう。明日はラジオのラです。よろしくお願いします。長時間、いえいえ、こちらこそありがとう。よいしょ。ランキング読むね。何気みんな見てくれてたんだね。誰も見てないかと思った。ほとんど13位チュンワインチュンミンシュンケンさんありがとう。12位ヘルプミーリスネさんありがとう。11位サウロンありがとう。10位札幌の牛ありがとう。9位ナベチありがとう。8位ヒデくんありがとう。7位ハンちゃんありがとう。6位 YSA73 アット今日もゆっくり休んでねありがとう。5位ファイナリーありがとう。4位赤崎ありがとう。3位タコタコチャロありがとう。2位ラルムありがとう。1位ミタパンありがとうございます。え、みんなラジオの裏のレター送ってください。みんなだよ待ってます。お疲れ様、ありがとう。こちらこそありがとうね。おやすみ。レター送ってね、よかったら。またね、バイバイ。お疲れ、ありがとう。おやすみ。